こんばんはって言っても一人だった。ちゃんとみんなのことが見えるようになった。こんばんは。今日は沖マイカーラスト公演でした。わー、どうもこんばんは。今日は沖さんに決めてもらった髪型をしました。これがすごくものすごくものすごく頭が痛いので、もう引っ張られて頭が痛すぎるので、配信が終わるときにほどく儀式をしたいと思います。それまでは一応あのね、最近こういう髪型してなかったから珍しいので、配信あれまでは一応残すけど、その時に外す儀式を執り行いたいと思います。今日はですね、ファンの方からマイカーメンバーにプレゼントをいただきまして、素敵な可愛いやつ、プリキュアみたいで可愛いです。開封したいと思います。開けー、ごまハサミで、私のハサミは猫ちゃん。かわいい、とってもかわいい。これさ、公演が終わった後にいただいたんですよ。それでね、もし公演前にもらえてたら、これを、これ取り外しができるから、これをマイクにつけて歌えたのにねって言ってみんなで喋ってたの。めちゃめちゃかわいいマイクになることがあったかもしれない、もしかしたら。素敵、マイカーだから。いや、これからショールームのカラオケ配信もこれでできちゃう。ここでこうやってこれ持ってるだけでアイドル気分だもん。とっても嬉しいです。しかもオンオフとかも書いて、なんかすごい、やったー、かわいい。ペンライトカラーで、メンバーみんなペンライトカラーのリボンがついてて、私はエメラルドグリーンと白です。イエーイ、やったやった、とっても嬉しい、ありがとうございます。なんかウキウキする、こういうの見ると。今日はですね、あっという間に公演が終わってしまって、なんかそんなに最後の実感も湧かず、なんか最近さ、最後とかが多いじゃないですか、メンバーの卒業とかで。だけどその度に最後っていう実感が湧いてなくて、なんか変な感じです。時代はどんどん進んでいくのに、まだなんかその実感が湧かないまま残されているような気持ちで過ごしています。みちゅさんが卒業したこともまだなんかそんな実感湧いてなくて、うん、だから沖さんとココアさんとこうやって公演に出るのが最後っていうのも分かってるはずなんだけど、なんか人ごとというかね、なんかね、不思議な感覚になりますね。今日は好きなれの2番を披露しました。初めて、今日の昼夜が初めてで、最後だからっていうので好きなれもフルでやりました。沖前公演ではねフルヒーローあったけど、折り面とかでもフルヒーローはないらしいです。だからめちゃめちゃレアです。でも沖前公演ではやってます。そう、初めてだった。そうなんです。今日はなんかね、頭が急に真っ白になったりして、なんか変だったんですよ、私。ってか、なんかほわなんかほわほわなんかファンってこうファンって急に記憶が飛んだりして、はっってなって、
なんかやばかったです。とっても楽しかった。でも明日からまた卒コンとツアーに向けて切り替えです。やばい、もう来週はもう1週間ないですよ。ちょうど1週間、1週間ないよね。今週か、土曜日はひなさんの卒コンとドラさんコンサートで沖さんの卒業なので、もうねあと6日とかですかね。だからまたちょっと脳みそを整理しつつ頑張っていこうと思います。で今週があったら次の週はツアーなので、ひゃー恐ろしい、混ざる混ざるぐるぐる、今同時進行で行っておりますね。やばいよね、やばいやばい。でもあれなの、ツアーが終わったら次の日高崎綾子公演もあるのそれのレッスンはまだまだだから、これからだから、脳みそ詰め込み詰め込みで頑張りたいと思います。よかったら、よかったら、よくなくてもぜひ高崎綾子来てほしいですね。あ、そうなの、あの沖マイカーが、沖マイカーが終わるということで、なんとこの度シナノマイカーが誕生しました。唯一のオリメンソラハさんがあのリーダーになることになりましたので、これからは沖マイカーではなくシナノマイカーになりますが、変わらず、いや変わらずじゃないな、これまで以上によろしくお願いいたします。よろしく。メンバーも人手不足だけど、その分メンバーが卒業した分、そのメンバーのファンの方も毎回になかなか来る機会がなくなったりすると思うので、マイカーメンバー推しの皆様、パセリ推しの皆様、これまで以上にマイカーを一緒に元気いっぱいな最高のユニットにしていきましょう。はい、もうでしょうねって感じでした私選ばれるかのドキドキとか一切なく、いや絶対もうソラさんやわと思って、なんかゴチ形式だったんですよ今日のリーダー発表が。ステージの上で背中向けてトントンする、あのゴチ、わかる、ゴチゴチになります、それの形式だったから、そう絶対もうこれソラさんやわと思って、絶対ソタロウだわと思ってね。けど、いやよかったよ。これからはノースリーブになるそうです、あのレッスン着がずっとね前から言ってたの、私がリーダーになったら全員ノースリーブでレッスンだからねみたいにずっと言ってて、やばいって、それが現実になってしまいます。ノースリーブ集団絶対にさ、やばいよ、やばすぎ。いや衣装は多分袖のままだけど、わかんない次の公演の時にはもうノースリーブ衣装になってるかもしれませんね。え今日は袖、私長め、私この服も、なんで今日この服、このレッスン着にしたかっていうと、私1年前2年前ぐらいもうほぼ毎日このレッスン着だったんですよ。マイカーとか PR 舞台とかもこのレッスン着で、このアイスのブルーシールアイスのこのさ色味の、もう超私の好きな色味の水色と白のさ色味のねレッスン着で、たくさん沖さんとレッスンを共にしてきたっていう理由でこのレッスン着を選びました。今日は思い出の、一方的に思い出のあるレッスン着です。そうです、
ちなみにこの前のみちゅさん卒コンの日のレッスン着は、あずみが新キャプテンになるということで、あずみとお揃いのピンク色のレッスンズボンを履いていった。あずみのスピーチ多分緊張するだろうから頑張れっていう気持ちを込めて選びました。そんな感じで決めてます。そんな感じで毎回ねレッスン着とかリハ着とかは決めております。はい。だからなんか誰かの生誕だったらそのメンバー関連のものがあればその服とかにしてやってるよ。ただ私が着たいだけなんですけどそんな感じで決めてます。ひなさん関連の服私ないからピンク系の服とかでレッスンしようかな、明日からの卒コンに向けてはね。みんなどうだったのかな、予想当たったのかな、マイカーリーダーの予想でもマイカーリーダーもう作らないって話だったんですよ最初は。マイカーで焼肉行った時にマイカーはリーダーになったら卒業すぐしちゃうから、もうマイカーリーダー作らないようにしましょうって言って話したんですよみんなで。そうでノービーがリーダーになれば まだ10年とか経っても全然まだ24とかだからみたいなとかもいろいろ話してたんですよ。パかと思った。いや私はねもう楽屋の空気感から絶対これパじゃないなと思ってました。うん、あこれは違うなと思ってたよ。なんならレッスンの時からいやこれは次のリーダーをソタロウやなって思ってた。こんばんは。今日なんか声がガスガスなんですよこの前の公演の日から乾燥がひどくて喉の、いやだ、せっかくさ喉やばい時期乗り越えたのに毎年この時期ね、なんか喉不調です。はあ、お大事にします。やだね、もう楽しかった楽しかった、もうリコちゃんがいるから楽しいです。私はもう私がこんなに明るい人間になれたのもリコちゃんのおかげ。なんか何だったっけな、なんかのさ最後の MC でね、リコちが一人でさ他のメンバー喋ってる時に急にクールポコさんを始めたんですよ。なーにやっちまったなーって言ってな、急にね全身でやりだして、顔だけとかじゃなく体勢も全部もうやりだしたから、私もこうやって文字付きしました一緒に何か急に始まったんだよね。しかも、ね、1回とかじゃなくてさ3回4回ぐらいやってたの、めっちゃやってたから、なんかそういうノリについていけるようになったのはリコちゃんのおかげやと思って、これからもマイカーでたくさんね明るくしてもらおうと思います。私の性格を。髪型いいでしょう。これは沖さんに昨日沖さんに連絡して髪型明日決めてくださいって言って決めてもらいました。決めてもらった髪型でございます。時々止まるのは私が咳をしてる時間です、すいません。止めてます、もう激ヤバと思ったら止めて咳をしてます。電波じゃないよ、咳タイムです。ゲホゲホもう乾燥乾燥。今日は歌ったからより、あなんかここについてるリップが、これはニキビだ。これは沖さんに何がいいですかって言ったら、なんか最初
最初ここら辺でリボンを作るやつみたいな、キティちゃんみたいな髪型をリクエストしてくださったんですけど、やっぱりセーラームーンでって言われて、セーラームーンのチビウサの、よくメンバーがやるチビウサの髪型、クラゲヘアとも言うんですけど、にしてもらいました。決めてもらってノービも決めてもらってたし、メンバーみんな決めてもらってたけど、リコチはなんかすごいリコちゃんの髪型がめっちゃすごすぎて、もうやばかったです。こことかこういうさ、耳の前から出てるこういう髪も全部編み込んで、でここからもなんか編み込みもあってみたいな、すごかったです。もうめっちゃこれ頭皮が引っ張られて痛いの、引っ張られもん、え、もう取っちゃおうかな。じゃあピンを抜きます。一本二本、なんか今ジェンガの気持ち。三本四本五本六本七本七本です。あ、違う、嘘でした、八本です。右八、こんな感じになってます。こうやってまずツインテールをして、こうやってこうくるくるまとめて作られてます。では反対に行きます。一本、左右対称とは限らんからね。二本、三本、四本、五本。ん？6本、お、終わり。8本6本で合計14本でした。14本ヘアでした。わ、もうこんなに高いねところで結んであったよ。わあ、ゴキブリだね。わあ、ここがめっちゃ頑丈だから、ちょっと緩くします。ゆるゆるに、よし。あー、これで頭痛が、あー、ちょっと収まった。もう頭痛が止まらんくて、この髪型で、こういう髪型してるとき大体頭痛やばいんですよ。よし、あー、頭皮が解放されました。素晴らしい。こんなにもたくさんの、あ、落っこっちゃった。こんなにもたくさんのピンたちが今日も私の髪を支えてくれていました。こうやってフラストレーションでこうやってぐるんぐるん回しても崩れなかったのはこのピンたちのおかげでございます。ピンたちのおかげです。かわいい、めっちゃアイドルやん、こんなん。え、なんかいいよね、こういうマイクにリボンつけてるのとか。これで公演したらかわいいのに。でも汗だらけになるか、ここが手汗とかでさ、だんだんなんか水がポタポタ落ちちゃう。
トゥルストゥルトゥルルトゥルストゥルトゥルトゥルトゥトゥはぁいいねー素敵超素敵指輪にもなるんじゃないでかかった可愛すぎる可愛すぎるよペンライトカラー私変えようかないっぱい今いろんな卒業メンバーのカラーがさあるトゥルストゥル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 ストゥル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 今紫紫開いてるからね紫ピンクも開いてるし黄色白とかも開いてるよ多分、ね、あとピンク緑があやぱんとももちゃん2人かぶってたんですけど2人とも卒業するからそうあとユミリンさんの色も水色も開いてるね、いやそうなんだよね水色魅力的なんだよねマイカーだし色味うん好きですねでも水色白が千穂さんなんですよそうなんだよ水色いいよね私大好きなんで水色が好きかっていうとマイカーが水色っていうのも大きいですねSTU 入ってからこんなに水色好きになったかもしれない昔はピンクとかが好きだったから STU じゃないですか水色って水色でも変えていいですよとは一回もやったことないから勝手に私がやってるだけで変えれる可能性はありませんありませんもう私が加入した時からもう一回もそんな変えたい人いますかみたいなのはないですねそんな質問されたことははいまあでもアーシャが変わるタイミングであ確かにサイカリン変えた本当だそういえばそうだったええー、今日ポニーテールも良かったかもしれないポニーテールいいスッキリででも2個もいいどっちも良さがあるちょっと聞いてみようマネージャーさんにそういうのってありなんですってまだ受け付けてますか聞いてみようめっちゃ髪の毛伸ばしたい気持ちなのめっちゃ切るからめっちゃ伸ばしたい気持ちなんですよこう巻いた時にさちょっとこれ今日巻いてるわけじゃないからボソボソだけどこれ編み込みしてたやつをほどいただけだからボソボソだけどなんか巻く時とかに可愛くてね伸びたでもねメイクさんとかに最近いろんなメイクさんとこうお久しぶりですとか言って会うたびに STU 髪染めてる子増えたけどパセリちゃん染めないのって言われるけど私は即答で毎回染めません髪がロングで黒髪でパッツンの前髪とかのアイドルが私自身も好きだしそういうアイドルが好きっていうファンの方がやっぱ多いのでもう染める手はありませんって言って即答で言ってます私は黒髪パッツン前髪のアイドルが個人的に好きなので自分的なこだわりとしてこれからもでも毛先はなんか焼けてヘアアイロンとかで焼けてもうちょっと日に焼けたりして茶色いんだけど光のあれで見ると
そう、自分的なこだわりです。はい、こだわり大事。みんなのこだわりは何ですか？なんだこだわり。オタ活は楽しむとか。まずは楽しむことと、誰よりもフレッシュに若くやることと自分がなりたいアイドル像をしっかり持つことだよ。あ、髪型の話じゃないですよ。ねえねえ、髪型オンリーじゃなくてよ、他のこともだよ、いろいろと大事です。みんなも何か、でもいっぱいさ、みんなこだわりがあって今まで生きてきてると思う。この人間界でこうやって生きていくにはこだわりがないと。休みの日は思いっきり寝癖をつける。ああ、いいですね、いいこだわりや。そりゃ超いいわ。いいね、いいね。移動も楽しむこと、ああいいですね、いいわ。ペンライト、ゆみりんさんとしみさらが似てる。しみさら何色だ？青系？水色青とかかな。青、青を無理しないこと。推しは5人まで。そうね、あまり増やしすぎても大変だからね、現場がかぶっちゃうと。やばい、この子の現場も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 ってなっちゃう。運気がいい靴、そうじゃない靴、何それ、そんなのがあるの、そんなのがあるんですか。あ、加工ね最近は私はあのメイクも、今日の毎回公演は、私毎回公演の時絶対目のメイクとかもっとガテ、ごちごちじゃなくて、なんていうの、ガテガテじゃなくてゴテ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 なんですけど、最近は私はなるべくシンプルに頑張っているのですが、あのですね、加工もなるべく前よりを薄くするように気をつけていますでも濃いし、なんか写真見返すと全部こっちの顔なの全部こっち向いてるの、だからどの画角もこれなんですよ。だから良くないなと思って、ちょっと今日は違う角度の写真とかも撮ってみたりもしました。でも気づいたらこっち向いちゃう、好きな顔だから。こうやって角度が、首が勝手に、この前撮影があったんですけど、撮影の時もカメラマンさんに、なんかだん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 こうやってこうやって向いてってるよって言われて、じゃあ最初こっち向きから、もう極端にこっち向いてスタートしたらちょうどよくなるからねって言われて、こうやってだんだんこうやって撮るな撮影をしましたこの前絶対異例、そんなメンバーいないもん、私しかし、うーんって言って、ちょうどここに来たタイミングで撮るからって言って撮ってもらいました。そうなの、なんかなっちゃうんだよね、もう癖づいちゃった。歌割りの歌ってる時とかも絶対もうちょっとこうなってて、多分ここの筋肉が鍛わってると思いますこっちは弱いと思うけど、こっちは鍛わってる。モナリザもいつ見ても同じ角度だから大丈夫だよ。あー、じゃあ大丈夫だね。世界的なモナリザもそうだったら、きっと私も世界的なアイドルになれるわ、きっとそうだよね、きっとね。こんばんは。
スネ夫の髪型もいつも横から。スネ夫って正面から見たらどうなってるっけ。どうなってる、こうなってます、それともこうなってます、あれどうなってるっけ。スネちゃま、首傾きすぎて痛める。私もよく痛めます。新幹線移動とか夜行バスとか乗るときはだいたい首の筋を痛めます。痛いよね。なんかまっすぐ寝れないからこうかこうで寝るので痛めちゃう。わかる、結構ね痛い。あれ正面からの絵がある。本当？スネ夫？今度ドラえもん見るとき注目してみるね。スネ夫の髪型、こうか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 見てみます。公演お疲れ様でした、ありがとうございます。誰の肩で寝るの？ガラス窓でも B 席の時は、B 席の時は頑張ってこうやって寝る、自分の肩でこうやって寝るけど、 A 席だったら窓、 C 席だったら B に誰もいなきゃ B のなんかこの椅子のこの C で倒して B でこのここの残り椅子みたいなところとか、メンバーがいたら気使っちゃうからこうとか、難しい。新幹線の寝方難しい。首細いですか？本当？前髪が今日も浮いてるんですよね。首長くなりたい。首が長いとスタイルがよく見えるんだって。私はどうだろうか。でも一般的がどれくらいか分からん。ありがとうございましたの時肩震わせて泣いてるの、こっちも泣いた。いやそうなの、今日は私は絶対泣かないって決めてたから、沖さんと同じ歌割りとか目が合う、いつもここ目が合うポイントっていうとこが何箇所かあるんですけど、そういう時もなるべく無心で過ごして泣かないように泣かないようにって思ってたんだけど、ありがとうございましたって言ってこう手つないでやる時に無理だった。あこうやって沖さんが号令をしたりすることもないんだと思ったし、毎年私生誕祭マイカーでやりたいってずっとさ、マイカーだったらいいなとか言うぐらいマイカーのこと大好きだから、これから生誕祭してもおしめいないんだと思ってね、いつも盛り上げてくださって、私が緑が好きじゃないと暴露までされましたけど暴露されたあの生誕祭が最後とは思いませんでした。ねえやだ、なんか今日帰りのさ車の中で沖さんが誰か卒業するときいつでも呼んでねみたいに言ったんですよ。そしたらリコちゃんがなぜか呼んでくださいって言ったのなんでなんで呼ばれる側なのと思って、呼びますよ呼んでくださいって言ったの。絶対適当に返事してさ絶対呼ぶ側でしょうと思っていつでも来てくれるそうです。じゃあ毎回呼びましょう、ちょっと人手が足りないので脇さんお願いしますって言って呼びましょう、来てもらおう、したら解決じゃんね、来てくれたら。もちろんお給料はお支払いしません、交通費もお支払いしません東京から来てもろて、ねえ3期生入るのかな、どうなんだろうね。でも入るなら
そのシナノマイカが活動する初回からもう3期が新しく入って新生マイカになるのが一番綺麗な気がするけどね。5人でやるってよりはね、新しくなるタイミングで、どのユニットも人足りてないから、四国とかも、ね、スタジオとかも足りてないだろうから、同じタイミングであるといいですけどね。どうなるんだろう、一体ね。でももしそうなったらセットリストとかいろいろ変わるのかな、衣装とかね、どうなんですかね。いろんな曲できたらいいなって思います。私はいろんな、フォーテッドグループのカップリング系とか公演曲とかをやりたい派です。メンバーがこれやりたいって出すのもいいんだけど、なんかスタッフさんとかが決めた曲とかも、あ、この曲改めて聞くとめっちゃいい曲やみたいなのも多くて、例えば夢へのルートとか、そういうなんか第三者目線で選ばれる曲とかもいいなとか思うし、ファンの方に募集とかしたらもっともっとなんかマイカーらしい曲とかも見つかりそうだしね。一応スポーツユニットだから、そういうスポーツ要素のある曲とかもいいね。フレッシュなね、走る系とか夏青春みたいなやつとかいいですね。ね、また駅伝出たい。声がガスガスになりました。あー治った。こんばんは。治った。そうなんだよね、いろんな曲をさ平等に聴くのって難しいよね。だって全然さ聞かない曲とかもさあるじゃないですか。こんだけたくさん曲があると、もうこの曲が好きっていう、もう固定概念で聴き続けてたりしちゃうじゃん。これ好きだからこれ聴いちゃおうみたいな、ね、声がガサガサガサ。のだめまだある、いっぱい舐めます。今日も舐めてた、昨日も舐めてた。ヒノキ用具、わー、いやー確かにマイカーっぽさあるな。楽しそうだな、楽しそう。でも実はクリスマスライブのマイカー公演の時にもう一曲披露する予定だった曲があったんですよ。そう、本当はね、本当は彼女になれますかじゃなくて、もう一曲違う曲の予定だったやつがあって、それもなかなかマイカーっぽかったんですよね。だからきっとこの世にはマイカーっぽい曲がたくさんあります。いろいろできたらいいですね、新鮮な感じで。ちょっと今のセトリだともう思い出して、あ、ここいつも沖さんと目が合うところだったのにピエピエとかなってさ、心が毎回シクシクしちゃうのでね。いまだに私はミホリンの亡霊をやってるので、今日も今日ミホリンが昼公演を配信で見ててくれたらしいですよ。パセリが出てる夜公演はちょっと予定があって見れなかったそうです。そう見てたよって言ってましたね。嬉しい、卒業してもさこんなにチェックしてくれるの嬉しいですね。すごくないだって配信でチェックするのってすごくないですかね。嬉しい、とってもありがたい。いつでも帰っていらっしゃい。優しいよね。
応援してるよっていつも言ってくれます。あの犬のグループラインがリコチとミホと私の犬っていう絵文字の犬の絵文字のグループラインがあって、そう犬でよく喋ります。犬こんばんは。今日は10時半に終わろうと思います。配信あと15分ぐらいです。ダメ出しされないされたことないよ、みほちゃん。泣かないでね、元気いっぱいだよ。なんか ありがとうございましたの時だけ泣いちゃったけど、もうなんか終わった後みんな結構明るくて私も明るかったです。なんかそんなに実感が湧いてないの。でも今週の土曜日は泣いちゃうかも、ドーラさんコンサート見て。ああだって絶対に一人泣くのが確定してるメンバーがいるので絶対に新しいマイカのリーダーの方は泣くから、泣くけん、それにするると泣く予定です。私も我慢しても泣いちゃう、それはね。なんかドラフト3期生って5人 STU5 人いたんですけど、もう2期生が入ってからは3人だったから、やっぱ3人でいる姿とかをよく見てきたので、後輩の私からすると、入る前も、私入る前はさ普通にドラさんのオーディションも受けてたから、そのオーディションの様子とかも配信とかされてたじゃないですか、 YouTube とかいろんなところで。そういうのとかも見てたけど、やっぱりね入ってから、自分が ST になってからはずっと3人だから、やっぱねなんかそのバランスの良さというか、ね、個性のある感じがとても好きだったんですけれども、その3人も今週で見納めになってしまうのがとても寂しく思います。マイカーの歴史ありがとうございます。あれ漏れなかったかな、大丈夫かな、大丈夫かな。メールで送りました、マイカーの歴史。マイカー3代目マイカーだけど、今その間に卒業とかなんか新しい加入とかが、新しいやつがねどん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 変わっていくから、大丈夫だったかな。こんばんは、どうも。また次の公演を楽しみにしましょうね。ね、まずは今は一旦ツアーと卒コンに向けてなので、マイカーが寂しいよってなるのはその後かもしれん、時差で来る気がします。あーって、あれ最近マイカーないってなりそう、あれって。頑張るね、よかったらぜひツアーもねたくさん日程ありますので、7県広島はいっぱい公演あるし、ココアさんのお別れ会もあるし、遠征難しい方はね、もし配信などあればそちらの方でも楽しんでもらえたらなって思います。はい、そう今月末28日からツアーは始まって、5月6月と続いていきます。でそしたら7月とかは毎年だとフェスとかもねあるので、今年はどうですかね、出れるかな。グループとしてもそうだし個人的にもまたね、7
演できたらなって、去年初めて自分のポジションという形で出演できたからね。そうやっぱね、いろんな他のアイドルさんのステージとか見て得るものはたくさんあるので、ね、そういう他のアイドルさん目当てで来てる方に知ってもらえたりもする機会だったりするからね。え、スパーク？山梨じゃなくなったの？そうなの？え、そうなんですか？え、フラーフェスティバル、バイバイバイ、噛んじゃった。フラーフェスティバルも出たい。そうなの、フラーフェスティバル。そう、どうなんだろう、出たいです。去年が最初で最後になるのはちょっと悲しい。あの景色をもう一度見たいです。フラワーちゃん、川崎であるの？そうなんだ、知らなかった。へえ、めっちゃ変わるじゃん。なんかさ、山中湖に行ってこそのスパークみたいなとこあったから、なんか不思議な気持ちですね。そうなんだ。富士山見れないの？あ、島でやるの。知らなかったよ。まあ確かにアクセス問題、いつもねファンの方は言ってるよね、アクセス問題。めっちゃ早起きしていきましたとか、まあ、メンバーもそうだけど、あの2年前に本番20分前とかに到着して、20分とか10分とかでメイクをみんなで終わらせなきゃいけないみたいな時があって、メイクさんもメンバーも、そう、メイクさんも東京から来てくださったメイクさんだったんですけど、東京のお仕事とかでお会いするたびにメイクさんがその話をしてくださるんですよ。懐かしいよねって、あんなこともあったよね、あれ乗り越えたから大丈夫だよって、どんなにさ時間なくてバタバタしても大丈夫大丈夫、あれ乗り越えられたから大丈夫って言って、お守りみたいになってます。あの時の事件が、渋滞巻き込まれ事件。あ、そうですね、 PR 舞台、あーそうだ、 PR 舞台だ。2年連続 PR 舞台のステージもあったのに、もう今年はないですね。本当じゃん。やっぱ変わっていくんだな。グループだけじゃなくて、そういう何でも世界は回っているのですね。こんばんは。そうやってみんな成長するんだよ。そっか。じゃあ今配信を見てるみんなも、そういういろんな悲しみ、辛いこと、悔しさを乗り越えて成長してきたのですか？そうして人に優しくなっていくのですか？優しくなった結果、ああこの子もいい、この子もいいと DD が生まれていくということでしょうか？やついフェス、どうなんだろう。なんかさ、もう3期生がフェス出演とかをしだしてるから、どうなんですかね。 STU が出るってなっても3期メインとかにもなるのかな、これからはね。2期生が入った時も2期生がたくさん出させてもらったから、もしかするとそういう感じで世代交代的なのもありえるよね。あとはごちゃごちゃに2期3期1期とかいろいろ混ざるパターンとかもね、いろいろありえますね。さだまさしさんの歌詞みたいな問いかけねえ、違うよ、なんとかですかって。違うよ、同郷だけど混ぜるパターンかな。
かな、どうかな、どうでしょうね。ティフね、ほんとよ、ティフティフティフ、去年は、去年あれですね、ツアーの新衣装があったからさ、それでいろんなフェスとかやったね、あのカラフルな緑とかピンクとか黄色とかのやつ。今年はどうなんだろうね、わからないですね、どうなるかな、アーシャもどうなるかな、ドキドキ緊張ですね。ね、前にさ、みんなでショールームであの公式プロフィール考えたじゃないですか、あのメモをどっかやっちゃったんですよ私。どこにあるか知りませんか。どっか行っちゃいました。どこへ行ったんでしょうか、あんなに考えたというのに。写真撮ったんだっけ、ホワイトボードに書いたっけ、ホワイトボードに書いた気もします。ホワイトボードに書いてたら写真撮ってる。何月ぐらいに考えたっけ、写真遡らなきゃだ。ね、特技とか趣味とか考えたんだけど、あとさ、今日お昼に納豆を食べながら思ったことがあって、私好きな食べ物に納豆って書いたことないけど、納豆毎日食べてるなって思って、納豆私めっちゃ好きやんと思ったんですよね。でもプロフィールに納豆は書かないじゃないですか、あんまり難しい。好きな食べ物のやつこの前も悩んだけどやっぱ難しい。今はアイスクリームにしてるけど、もっと増やすべきか。そしたらキリがないんだ。そっか、失って気づくのか、こういうのは。そうか、納豆好きです。うち花かっぱの納豆に一時期ハマってて、研究生ぐらいの時かな、花かっぱの納豆をねメンバーにめちゃくちゃ布教してたの。花かっぱの納豆めっちゃいいよって言って、美味しいよって、癖が少なくて子供でも食べるような多分味付けにされてるのか、めっちゃ甘いタレで美味しいよみたいなおすすめしまくってて、でまた最近いろんなあの納豆に浮気して、また一周回って花かっぱのブームが来てるんですけど、また最近おすすめしまくってるの花かっぱ。花かっぱいいんですよね、でもあんまり売ってないんですよね、スーパーによってあるとかないとかがあるの。時々見つけたら食べてみてください。小粒で美味しいです。とっても。大粒のやつが好きと言われてしまいました。で、大粒のはなんだ？何食べるかな？他にもね、あれも好きだよ。糸の力好きだよ。糸の力もよく食べますよ。結構何でも食べてます。納豆。試してみるの、いろいろ。おかめ納豆みたいなやつとか。いろいろ試したけど、まあ、どれも美味しいですね。からしは入れる派だったけど入れない派になりました。からしちゃん、あと5分、嘘、早い早いよ。みんなインスタグラム見てください。今日は2個ストーリーあげて2個投稿しました。2にしましたよ。初めてブーメランって使ったの、難しい。あれなんであんなさ、なんかカクカクするんだろう、ハッ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 みたいになってる。今日の私のやつ見てほしいです。なんかウィンク、口がパッて開くようなやつになっちゃって3回ぐらい撮り直したんですけどうまくできなかった。難しくて、ハッ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 みたいになるの、なんだあれは難しい。でも顔に白いブツブツはつけませんでしたよ。
多分あれつけなかったよね。顔に白いブツブツつけるのはあまり好評ではないとこの前のコメントではありましたので、シナモンにしました。あとは投稿の方は全身写真も載せてみました。今日はいろいろ挑戦してみた。あとはね、あと何載せた、あこれだ、これ載っけました。かわいい、これ載っけたのでぜひ。27分早いです。夜公園から帰宅しました。おかえりなさい。冬装備で全力コールしました。ありがとうございます。今日メンバーもめっちゃ言ってた。私さ、夜公演だけの出演だったんですけど、昼公演のメンバーが今日コールやばくないってめっちゃ言ってて、リハの時に、えぇ、ー、ってそんなに今日コールやばいのと思って、楽しみと思った予想以上のコールがあってびっくりしました。すごかったコール今日、ってやばすぎた、激アツ、なんか魂と魂のぶつかり合いって感じでめっちゃ良かったです。楽しかった。なんか MC とかも、あやばい今の絶対思んなかったわ、つまらな自分とか思っても、なんか自分が発した言葉発した瞬間に脳内で、あやばい今の思んないやばいやばいごめんなさいとか思っても、なんかキラキラって笑ってもらえて、ガハガハって笑ってくださったりして、嬉しかったです。配信でも伝わった。配信見てくれてありがとうございます。ありがとう、チェックしてくれてね。またあるといいですね。最後と見せかけてもう一回あるといい。4月29日申し込みました。ありがとうございます。パセリの次回公演出演は4月29日になります。ツアーと卒コンなどを除けば4月29日の高崎彩子イベントとパンちゃんの卒業が次の16人公演と4人公演の予定です。その他はツアー28日の神戸と、あとひなさんの卒コンの20日今週の土曜日の夜公演ですかねにも出演いたしますので、わあドキドキだ、ドキドキだよ。今日沖さんと握手できて嬉しかった。握手した、嬉しかったです。やばい、終わる時間終わる時間、喋りたいことがありすぎて困る。15分だけ延長しない？どう？15分だけ、45分までどう？いい？すいません。すいません。やった、付き合ってくれてありがとう。日曜日の夜にありがとう。明日からも頑張ろうよ一緒にね。それで今日は沖さんと握手をしましたっていう話をしたかっただけです。以上です。話したかったこと以上。45分まで延長するとか言ったけど、もう話したいこと終わったし喉がガサガサになりました。でも手洗っちゃったよもう石鹸で。手洗っちゃいました。帰ってきてすぐさまちゃんとここへ詰めてくれってやって洗いました。はあ、でも焼肉をおごってくれるんだって、昼公演でそういう話があったんだって。嬉しい、昼小屋のメンバーに大感謝です。でも引っ越し費用とか大変そうだから、なんかさ罪悪感すごいです。
なんか新生活ってお金かかるじゃないですか。だからさ、なんかもうそういうのが分かる年だとなんか申し訳なくなりません？なんかお母さんとかとさご飯行っていいよとか言われてもさ、なんかもう申し訳なくて、ちっちゃい頃とかそんなこと思ったことなかった、ラッキーとか思ったけどさ、もう今はさ、なんか申し訳ない。二人で思い出、うん、作る。沖さんと実はずっとね、あのお正月から約束してることがあって、二人でまた出かけましょうって言ってたんだけど、気づいたらもう卒業間近になっちゃいました。やばい、間に合うのかこれは。いろんなメンバーがさお出かけしてるから、なんか遠慮しちゃって、遠慮しちゃってしまって、いっぱい甘えます。でもなんかさ、あの憧れの先輩だけど自分の方が年上じゃないですか。だからなんかこう難しい距離感で、なんかそう、向こうもきっと難しい距離感なんだろうなとか思って、今日思った、それを改めて。前々からなんかちょこちょこ思うことあったけど、あ、なんかね、難しい距離感やなって思いました。でもそれでもこうやって仲良くしてくださって嬉しい。甘えてくれると嬉しい。本当そういうものですか。まあ確かに私も後輩とか同期とかが甘えてくれると嬉しいな。先輩とかも、じゃあいっぱい甘えよ。猫や、私は今日から猫ちゃんになる。猫猫にゃーにゃー。土曜日のライブ行けるかもしれない。わあ、本当？気をつけてきてね。でもお仕事とか忙しそう。無理せずで、パスはまだいるのでね、まだ会える機会はあるので、まだあの大丈夫だよ。まだいるよ。引っ越しの手伝い、私が、うん、なんか物がなくなったら疑われそうね。あれ、なんかあれ、広島から持ってきたはずのあれがない。あれ、あそこのあたりバセリがやってたな疑われそうじゃんちょっと無理かもしれない。罪が重すぎる。そんなもん、次会うとき気まずすぎるやん。冤罪です。最高になった、よかった。もう人生いろいろあるけれど、常に最高でいられたらいいよね。まあ無理だけど、いろんなことがあるから悲しんだりもしちゃうけれども、常に最高がいいですね。いつでも明るく過ごすのが一番だよね。鍵開いてる。あ、侵入できる侵入するか。一緒に最高を更新していこう。わあ、いい言葉、めっちゃいい言葉だ。じゃあ今日も最高だったから明日はもっと最高にしようね、ハム太郎。そうしよう。私ロコちゃん、なんかハム太郎のことしててもロコちゃんのこと知ってる人ってさ意外と少ないのかな。ロコちゃんはハム太郎の一緒に住んでる女の子です。ロコちゃん、ロコちゃんって言います。あの子、茶髪のクリクリ髪の毛の子。ハム太郎さんは子牛くんです。子牛です。ロコちゃんになりたい、ハム太郎になりたい、何その究極の二択みたいな。
ロコちゃん、ハム太郎になったらハムスターになって私がさ、あの外に出たら多分カラスとかに襲われたりして知らない街に連れて行かれそうだし、アリとかいてビビりそうだし、クモもでっかく見えるんでしょ。もうこの人間サイズでさえクモでかって思うのに、ハムスターサイズから見たクモってもうびっくりするほどでかいじゃないですか、絶対ゴキブリとか。だからロコちゃんやな。確かに脱走しすぎじゃん、心配かけるよ、あんな脱走したら。いやでもな、ロコちゃんね学生なんですよ、学校行って勉強してんの。そう思ったらハム太郎になって仲間たちとのんびり平和に暮らすのもいいわな。いやでもあのでっかい犬がいるからな、ロコちゃんになって犬と遊ぶってのもあり。カラス、最近低空飛行のカラスによく出会うんですよね。狙われているのかな。ハム太郎の世界って平和なの？平和じゃないの？だっていつも寝てるハムスターいるよ、寝てるくんっていう。寝てるから寝てるくんだし、リボンつけてるからリボンちゃん。私は今ニキビができてるからニキビちゃん。メイクの力で消えているのです。素晴らしくないですか。いや、すごいよここね。びっくり、カモフラージュされています。え、そうなの、だいぶ小さくなった。そうなの、そう、ちっちゃくなったの。目立たないでしょ。そうでしょ、メイクの力偉大だね。うーん、でも分からん、また再発するかもしれない。食生活とかで、今日の夜の、今日お弁当があったんです。お弁当ないのかと思って、なんかお昼はお弁当ありますって書いてたから、夜はないんやと思って食べてったらさ、夜のお弁当があったから持って帰ってきて、さっき食べたんですよ、チキン南蛮。めっちゃ美味しかった、ホットモットチキン南蛮弁当。え、40分、もう終わり、もう終わりですか。嘘、もうお別れの時刻、皆さんそろそろお別れの時刻が迫ってまいりました。私がこのマイクを置く時がついに来てしまいました。早い、早いよ。別れたくないだって。何そんな重ため彼女みたいな。別れたくないの、ドラマでよく見るやつやん。してよとか言う。ゆっくりおねんねしましょうって。わかりました、風呂を頑張りたいと思います。お風呂です、まずは。そうだね、喉休めなきゃ。そうするよ、フロー閉店。そうだね、本日はこの辺でお開きとなります。トゥン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 、本日もショッピングセンターパセリにご来店いただき誠にありがとうございます。トゥン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 。
当館は間もなく10時45分をもちまして閉館となります。皆様長年のご愛顧ありがとうございました。トン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 トさあ待って、ちょっと今日公演終わりだからテンションがなんかもうアドレナリンでおかしいの眉毛も出てきた、ずっともうずっと上がってく前髪が。ねえ、これ蛍のさ、蛍の光じゃないって知らなかったよ。なんか前に配信のコメントで知った気がするね。ちゃん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 、配信終わった瞬間お風呂に入るために髪をほどきました。わー、すごいすごいよ、すごいボリューミー、めっちゃ小顔に見えるじゃんこの髪型にしたら。今度からこの髪型で公演出ようかな、めっちゃパセリ小顔じゃんって思われる。こうやってこうやって出ようかな、めっちゃ小顔やん、イエイイエイ。うん、毛量増えたよね急に。よし、それじゃあ壇上を読んで本当にお開きにしようと思います。その前にちょっと髪の毛を一旦一個にまとめておきます。今日はいろんな髪型が見れる配信でした。よし、あ、ほどけちゃった、ほどけちゃった、あれほどけちゃいました。よし、あー、なんかお腹空いてないけどなんか食べたい気持ちになる。公演終わりって。よし、オッケー、それでは壇上行きます。13位ガトーショコラさん、12位コウジさん、11位スーユーチェン、10位ヒゲメガネさん、9位ミツさん、8位シュンさん、7位コカジオさん、6位ゼットさん、5位ユータくん、4位 STU フェスティバルさん名前変えたよね、名前変えたよね、ヤスオリンポスさん、あ、変わった変わったね、絶対いきます。13位コウジさん、12位スーユーチェン、11位オミカンさん、10位ヒゲメガネさん、9位ミツさん、8位コカジヤさん、7位ジェットさん、6位シュンさん、5位ユータくん、4位 STU フェスティバルさん、3位台湾ジョジョさん、2位ゼータン、1位 G2 さん、ありがとうございます、ありがとうございました。それではまた明日。パルコのところのたたき方食べる？くれるの？パセリクリームがいい、パセリクリームが好きだよ、たい焼き。まだ帰宅中？気をつけて帰るんだよ、気をつけなね、ありがとうね、来てくれて。みんなおやすみ、見てくれてありがとうございました。また明日。